よ。でもこのキャンドルすごい好きよち。焚き火の味がして。味。味がです。焚き火の音するな、これ。そうそうがする。うん、花です。勝美です。はい、今日は夏の待てなきゃ。今日は一週間。せーの。今日は夏の1週間ルックブックをやりたいと思います。はい、もう夏ですか。そう、今は初夏かな、うん、初夏っていうことで、まあでも初夏でもめちゃめちゃ暑いから、まあ、本番の夏が来る前に皆さんに1週間の夏コーデをお届けできたらなって思うので、ぜひ参考にしてくれればなと思います。はい、はい、いきます。はい、1日目はこんな感じでーす。はい、はい、まあ、丸、うん、ちょっとお団子がちょっと抑える。なんでぐしゃぐしゃやから。あれやろ、今回はシンプルコーデがいいやん。シンプルコーデだからあんまりこう装飾せずにってことやろ。まあそう、1日目はそうかな。そう言われました、花ちゃんに。でトートバッグ合わせました、2人で。うん、うん、まあだから僕もほんまに、うん、花ちゃんも先ほどパンツ、うん、トップスでバッグ、うん、うん、もうシンプルです、うん、これきっと真似しやすいかなって思うな、みんな。うん、でまあ靴とかがね、やっぱローファーとかにしとくとちょっとこう綺麗になるから。そうだね、うん、綺麗に落としてもらって、うん、って感じです。はい、もう7個あるからな。はい、どんどん行こう。はい、はい、2コーデ目でーす。はい、2コーデ目はブレディじゃないわ、単色コーデやな。はい、単色コーデでコーデを組んでみました。はい、じゃあ一緒にしようか。うん、うん、お団子なんなんそれ。お団子がさ、まあ、お揃い感ちょっと出したかったなって思ったので、ブレディそうやな、をちょっとチョイスしてな、うん、ベージュと白ベースやな、レッドコーデは、うん、そうです、うん、どこ行くこれは。これは、うん、アンパイにカフェにする。確かにカフェっぽいな。カフェにしよう、うん、単色カフェ。はい、はい、でも甘いものは好きじゃないです。帰りにはランナーがあります。はい、はい、では以上。はい、はい、3号で目です。はい、違う、3日目、さっき2コーデ目のやつって言っちゃったな。え、1日目って言ったの最初。うん、でさっき2コーデ目って言っちゃった。はい、2コーデ目でーす。はい、はい、3日目でーす。はい、3日目のコーデはちょっと海にね、行きたいっていうことで、ちょっとそれを意識して、うん、爽やかな感じにしました。湘南のコーデ一緒しよう。あ狭い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 、もうこれ買い替えじゃないこれ。もうこんなに家広いのよ、こんな狭い。ちょっと私はワンピースにして、うん、ちょっとさらっと着れるような感じでね。で、カゴバッグ。かつみくんは海、波、海を意識して青にね、うん、青にしました、うん、青白でちょっと爽やかに、うん、はい、なんかやっぱ夏はね、ブルーが映えるね、結構、うん、やっぱ海の男なんでね、僕は。ちょっと日傘をちょっと持って、あの一日中ね、海にいたら焼けちゃうので、うん、日傘必須です。6目のコーデは、うーん、イギリス。イギリス。ちょっとこうブリティッシュなコーデですね、はい、一周します。はい、あ、ブリティッシュな雰囲気のあるコーデなので、うん、私はオニールをちょっと合わせて、うん、ちょっときれいめな感じに落として、僕はちょっとね、ブラックウォッチのパンツ、うん、履きながらもちょっとこうね、色入れて。そうだね、赤の差し色な、可愛いな、はい、よく真似するんですよ、この方。じゃあ僕がやってるんですよ、普段。ん、いつも俺がやったやつを花ちゃんが真似して。いや、その逆です、皆さんもお気をつけください。詐欺師かつみ。詐欺師。これでデートに行くとしたら、うん、まあ美術館とかお庭を散歩。言ってるやん。っていう方でやろ、でもこれは。はい、行きます、はい、終わり。はい、5日目のコーデでーす。はい、5日目のコーデはミリタリーミックス。はい、はい、ですね。じゃあ一周しましょうか、とりあえずね。ねえ、実は。でかっ、まあ、メリタリー要素ということで、私はベーカーパンツをちょっと履いて、僕は、M47 で、私は、まあ、ちょっとこれね、これだけだとちょっとあの渋いので、甘辛ミックスっていうことで、なんていうの、これちょっと襟元が女の子らしい感じとか、うん、あとバレーシューズでちょっとあの甘みをちょっとプラスして、あとミックスな感じでね、あの組んでみました。いいっすね、この辺もなんかこのつけてよ、ここに。そうそうそう、かわいいな、これバングルとか、スカーフかな。そ
そう、スカーフもね、これ可愛いの、うん、みんなにやってほしい、ぜひ。いいね、うん、これだけでも全然雰囲気変わるから、うん、で、まあ僕もあのちょっと可愛いめの銀ガムチェックと、うんうん、ちょっとこれマイルドなね、色の革物を取り入れて、うん、はい、ちょっとミリタリーの要素を優しくね、うん、しました。いいね、はい、これはどこでもいけるな。まずショッキング、アクティブ、うん、うん、アクティブ、アクティブじゃん、汚れても今これ、うん、私はバーベキュー、BBQ いやいや、こんなちょっと綺麗め強いこれ、BBQ、これバーベキューソース飛ぶやん買い物かな、買い物ショッピングかな、はい、古着屋巡りだね、うん、うん、いいかも、ちょっと合わせてな、うん、はい、たまに食べた好きな本は、はい、6日目のコーデでーす、はい、6日目のコーデはモノトーンです、はい、はい、白と黒です、はい、回りましょう、はい忘れてた、モノトーンやからちょっと上品になってなんすね、言葉遣いも、はい、はい、では続いてはで、モノトーンということで、私はフレットベリーのスカートに銀ガムチェック合わせて、これ可愛いよな、可愛くないこれ、これ、うん、ちょっとチノの素材、うん、で、なんかカジュアルな雰囲気があってすごく可愛いです。で、まあ黒、ほとんど黒なのでちょっと白をつけたりしてモノトーンでな、うん、で、メガネ、いい？いいと思う。何点？ん？ゼロ。そんなあ、まさか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 ね、何点？ゼロ本当でした。違う、別にそんなんも100しちゃう、普通に、うん、まー、あ、ちゃんの方でそんな変やと思ったこと一回もないで、ほんとに、あ、一回だけあるわ、はい、なんかワンピースの下になんかデニム履いてその上にコード着てきた時にチョコレートめっちゃレイヤードしまくっちゃったでも白パンってやっぱ新鮮やな、かすみと、あ、でも白パンは買ってよかった、最近買ったこのマーガレットハウェルなんですよ、うんうんうん、で、まあスカート巻いてちょっとね、そうだね、夏マンネリ化しがちだからね、はい、で、巾着コーデでね、ちょっと巾着コーデ、うん巾着バッグで、はい、エンダースキーマーの巾着バッグね、うん、かわいいな、いいね、はい、これはどこに行く、これは美術館、あ、美術館いいな、うん、さっきも言ったけどな、でもこれ結構何でも行けるんちゃう、無機質カフェやな、そう、無機質カフェとか、うん、あと普通にショッピングもいいし、ドライブでも行くもんね、うん、ドライブ、私運転するか、前に免許持ってんすよ夢では運転してるもん、うん、はい、はい、バイバイ、運転してるって何？じゃん、最後の7日目のコーデでーす、っていうのなんか振っちゃったまだ、うん、攻め、狭い、うん、7日で目は大丈夫ですか、7日目は最後はカジュアルコーデです、はい、はい、もうめちゃめちゃカジュアルです、うん、まあ俺の方がちょっとカジュアルか、リュックとか、うん、カツミくんの方がカジュアルだな、ロゴティーかわいい、サイこれ買ってん、最近、おお、おにゅう、うん、おにゅう、うん、いいな、ツナパンと、うん、キャップ反対してるの私すごい好きなんだよね、かわいい、それを狙いました、何点？ん？35点、引くどこが好きやん100点です、あざーす、はい、私はショートパンツをちょっとチョイスしました、うん、心臓のショートパンツに、これあれやろ、トムボーイやろ、そう、トムボーイ、これトムボーイやろ、そうなの、トムボーイやん、トムボーイハウス、白 T じゃちょっと物足りないなと思ったのでボーダーを合わせました、うん、いいね、で、夏らしいカゴバッグをチョイスして、夏らしいグルカサンダルで、うん、かわいいでしょ、うん、ボーダーの下、うんうん、かわいいね、はい、いいな、これ、うん、これこそドライブとかいいんじゃない、ドライブね、まあラッケンな、うん、あとサイクリングデートとか、サイクリングいいな、うん、めっちゃいいと思う、清澄白河でサイクリングといえば事故りました激突しましたまあ C で、はい、はい、これでじゃあ7個間、うん、終了やな、まだまだいけるな、14個でぐらいかな、ま、2週間分、うん、2週間分、2週間ルックブック、うん、1ヶ月分ルックブック死ぬなあ、でも1ヶ月とかいつかやってみたいな、バカ野郎どんだけとかなんかやばいやろマンネリ化しちゃう、マンネリ化、はい、こんな感じでした、はいはい、今日はじゃあこのまま終わりにしたいと思います、はい、まあ、こんな感じでね、まあ、インスタにも載せてないコーデも今回いっぱい組んだので、うん、これ見て参考にしてくれればなって思います、はい、多分ね、これから買い物行く人もいいかな、夏物買うっていう方も、うん、だからその参考にもね、うん、なれればなって思うな、はい、はい、
かずみくんは俺同じやな。あ、ほんとに。じゃあかずみくんのコメントはなしで。まあ同じやな。うん、なんかちょっと動画のリクエストとかあったらちょっとコメントに書いてほしいな。一応フックとナースの違うこと交互になってるから、そうだね、なんかあったらいいな。うん、まあリクエストあったら教えてください。はい、てな感じで終わりにしたいと思います。はい、では次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。はい、今日は画面いっぱい使うぜ。バイバーイ。あ、ちょっと